皆さん、こんにちは。駆け足ファンチャンネルへようこそ。僕はアリです。このチャンネルでは、エルスミスミ大臣の僕が自分の民族のことを紹介いたします。今度は、ユダヤ人の身元と2つの陰謀説について話してみたいですので、ぜひ最後まで見ていただければ面白くなると思います。では、そもそもユダヤ人とは一体何者ですか？多くのユダヤ人を見かけると、たくさんの違いに気づくでしょう。例えば、それぞれの服装、外見、行動までが随分違うかもしれません。結構迷わすのではないでしょうか。しかし、2000年以上の長いユダヤ人遺産で様々な国々に暮らしてきたユダヤ人の歴史を考えてみると、ある程度の幅広い多様性は当然でしょう。まずはユダヤ人といえば、その身元の定義から始めましょう。ユダヤ教の法律制度、いわゆるアラハによりますと、ユダヤ人の身元は母性遺伝であり、つまりお母さんが譲ります。この法律が宮殿立法で伝わってきて、タルムドに書き記されています。そして回収者も母譲りのユダヤ人と全く同じく、ユダヤ人として定義されますね。じゃあ定義がわかるなら、どうしてそんなに極端な違いがあるでしょうか。大きく言えば、ユダヤ人の2つの分類に分けることができます。ユダヤ教を守るユダヤ人と守らないユダヤ人です。ユダヤ教を守らないユダヤ人たちは、だいたい異邦人と全く同じ服装をして、ユダヤ人としての身元を指す特徴をあまり表に出しませんね。行動に関しても戒律から遠ざかっているために、特徴があまり見えないでしょう。もちろんユダヤ教を守らないといっても、ある程度守っているという、もうちょっと複雑な場合もありますね。しかし一般的に見た目とか行動からユダヤ人だとあまり特定できないかもしれません。ユダヤ教を守るユダヤ人たちはたくさんの理由があっていろいろと違いますが、その全てに服装や行動に共通点がいくつかあります。まずは男性がキッパをかぶります。特に祈りや祝福をするときにかぶるのが重視され、キッパが敬意を表します。つまり神様が常に自分より上に存在していると認識するためですね。あとは男性がティツィツという特別なフサを服の四隅につけます。シャツの下に着るタリッカタンという服についています。ツィツィとは立法の民数記15:37-41に書いてある戒律です。ユダヤ教を守る人の中で、いわゆるハレディという理由があって、ハレディの男はだいたい黒いスーツを着る習慣がありますので、よく目立ちますね。このハレディの理由は割と戒律を厳しく受け取ると言えるでしょう。女性の服装といえばスカートかドレスを着ます。ズボンはもともと男性の服だから女性は着ませんね。なぜかというと、それぞれの性別を大事にするために違う性別の服を着るのが禁止ですから。そして既婚女性なら髪の毛を覆います。髪のある部分だけを覆うか全部覆うか、または帽子、スカーフ、ウィッグにするか、スタイルが幅広いでしょうが、全部慎みのためです。そういえば男性も女性も基本的に慎み深い服装を着て、すなわち体を見せつけるのを遠慮します。ユダヤ教を守る人は戒律によって生活するので、行動でもユダヤ人としての特徴が目立つかもしれません。こういう例があまりにも多いですから、この動画で全部数えられませんが、将来の動画でいつかこの点についてちょっと説明させていただきたいと思います。宗教的な分類以外にも見た目の違いが山ほどあるでしょう。これはユダヤ人遺産の間に住んでいた地域の影響ですので、いくつかの主なコミュニティに分類できます。例えばアシュケナジ系のユダヤ人は離散の間にヨーロッパ周辺に暮らしていたコミュニティです。ちなみに僕はアシュケナジ系のユダヤ人です。それぞれのコミュニティにもっと細かい分類がありますね。
例えばアシュケナジ系といっても西欧と東欧などに分けられますが、今のところはそういう詳細に触れません。セファルディ系のユダヤ人はスペイン周辺や北アフリカに暮らしていたコミュニティです。ミズラヒ系のユダヤ人は中東に暮らしていたコミュニティです。ところで僕の妻のアイレットはイエメン系のユダヤ人なのでミズラヒ系に含まれます。この3つが最も大きな分類ですが、他にもいくつかあります。例えばエチオピア系のユダヤ人のコミュニティとか、ブネムナシェ系のインドに暮らしていたコミュニティもあります。それぞれのコミュニティがユダヤ人としての身元や伝統を代々守ってきましたが、長い間残りのユダヤ民族と離れていたので、たまに疑問を晴らすために回収する必要がありますね。そして地域と関わるコミュニティ以外にももちろん回収者もいますので、そのためにも見た目がさらに幅広くなります。各コミュニティが自分なり の, 習慣や料理を持っています。しかしイスラエルではそれぞれの習慣をある程度守りながら次第に服装や生活が統一されていると言えるでしょう。これでユダヤ民族の簡単な分類説明が以上ですが、やっぱりユダヤ人の身元に関する噂が結構多いみたいですね。皆さんはすでにお聞きになったかもしれませんが、アシュケナジ系のユダヤ人たちが偽ユダヤ人だという陰謀説があります。この主張を覆す方法がいくつかありますね。例えばアシュケナジ系のユダヤ人の由来がイスラエルにあると証明する資料がたくさんあり、その中に元をたどればダビデ王が自分の先祖だと証明できる人もいます。他にもリーさんの間にアシュケナジ系のユダヤ人たちが他のコミュニティとずっと連絡を取っていましたし、その関係が一度も失われませんでした。でもやっぱりこの陰謀説を覆すのに最も強い方法は遺伝子の研究かもしれませんね。遺伝学者のハリー・オストレルが2012年にレガシーユダヤ民族の遺伝子的な歴史という本を書いて、それまでの20年間の様々な研究をまとめて結論を出しました。その研究によってアシュケナジ系を含む主なユダヤ人のコミュニティの全てが中東、すなわちイスラエルの由来を共有していると圧倒的に証明されました。研究からアシュケナジ系のコミュニティと他のユダヤ人のコミュニティの遺伝子が決定的に共通点を持っていると分かって、アシュケナジ系のユダヤ人が偽ユダヤ人だという陰謀説に何の根拠もないと証明されました。オストレル先生がまとめた研究以外にもこの同じ結論を証明した遺伝子の研究が本当に山ほどありますよ。一応いくつかの研究報告へのリンクを動画の説明欄に入れますので、自分でその詳細を確かめたいならぜひご覧ください。次の話題に進む前に、それぞれのユダヤ人のコミュニティの遺伝的なつながりを強調させていただきたいです。2010年に遺伝学者のギル・アツモンが研究をまとめて、遺伝的要素を比べるとどのコミュニティのユダヤ人でも良いとこか合意とこほど親しい関係を持っていると説明しました。良いとこは自分の高祖父母の兄弟の子孫に一致します。アツモンによりますと、ニューヨークの街を歩いている人混みから無作為に2人を選べば、その2人よりもどのユダヤ人の2人の方が10倍親しい遺伝的な関係を持っています。すごいでしょ。では偽ユダヤ人の話をしましたら、もう一つの陰謀説を調査してみたいと思います。皆さんがこの説についてもすでに聞いたことがあるかもしれませんが、いわゆる二重同層論と関わって、つまり日本人の DNA がユダヤ人との同層を示すという主張です。主張の用紙は以下の通りです。もともとアフリカや中東に
Y 染色体のハプログループ DE を持つ人がいて、このハプロ DE のみが YAP という変異を持っています。後ほどハプロ DE が D と E に分かれました。そしてユダヤ民族の失われた実子族が日本に到来したと主張されます。多くの日本人が YAP のついているハプロ D を持っていて、多くのユダヤ人が YAP のついているハプロ E を持っているから、日本人とユダヤ人には同祖がいるという説です。ではこの説が大体わかっているなら、 DNA の研究が明かした事実を見てみましょう。確かに約7万年前にアフリカ周辺にハプロ DE が現れて、他のハプロと違って YAP の変異を持つようになりました。後ほどそのハプログループが分かれて、約6万年前にアジアに YAP がついているハプロ D が現れました。ちなみにこの点に関する研究報告を説明欄に入れます。そしてアフリカ周辺に YAP がついているハプロ E が残っていて、中東とヨーロッパにも広がりました。この研究の結果を吟味してみると、日中同層論の説には3つの致命的な欠点が見えます。この欠点に基づいて同層論が間違っていると言えるでしょう。第1の欠点ですが、ハプロ DE が D に分かれてアジアに到着したのは6万年前でした。つまり最初のユダヤ人であるアブラハムが生きた5万6000年以上前だったし、実子族が失われた約5万7300年前でした。だから圧倒的にハプロ D がアジアに現れたのは何万年後に失われた実子族の影響じゃないですよね。第2の欠点です。確かにユダヤ人はYAP のついているハプロ E を持っていますが、 YAP のついているハプロ D を持っていません。だから例えばユダヤ民族の失われた実子族が来日して日本人の先祖になったとしても、日本人はハプロ D ではなくハプロ E を持っているはずなんです。しかし日本にはハプロ D があるから、明らかにユダヤ人からの遺伝子じゃないですよ。最後に第3の欠点です。 YAP のついているハプロ E は特にユダヤ人だけが持っている遺伝子じゃないです。もう何万年前からアフリカ、中東とヨーロッパではたくさんの他の民族が持ってきました。だからユダヤ人との同祖を証明しません。実はハプロ E よりも多くのユダヤ人がハプロ J を持っています。つまり YAP の変異がユダヤ人の証拠にはなりません。 DNA 研究の調査はこれで以上ですが、日中同祖論に遺伝的な根拠がないとはいえ、全人類がある意味で兄弟だとは言えるでしょう。立法によりますと全人類がノアの子孫ですから、みんながつながっていますね。だから昔の遺伝子よりも現在に友情の絆を持つ方が有意義だとは思わざるを得ません。一応そういう絆を築くためにこのチャンネルを立ち上げましたしね。ユダヤ人の遺伝子についていろいろと話してきましたが、最後にもう一つのすごい研究の発見を紹介させていただきたいです。ユダヤ民族の中にコヘンという祭司たちがいて、親譲りの身元です。それぞれのユダヤ人のコミュニティの祭司たちが Y 染色体の CHM という特別なハプロタイプを持っています。その CHM の由来は約3000年前に中東にいた男性の先祖にあるので、立法が語る約3300年前に生きていた祭司たちの先祖であるアロンにぴったり一致します。これはすごいと思いませんか？この動画が少しでも勉強になれたら嬉しいです。もし架橋ショーの活動をご支援したければ、説明欄にサイトへのリンクがありますので、あそこからご支援ができます。でも言うまでもなく、動画に高評価してチャンネル登録とベルのアイコンを押していただければ十分のご支援になります。では次の動画をお楽しみください。
また今度。動画を最後まで見ていただき誠にありがとうございます。これからの動画を見逃さないようにぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして登録の後はベルのアイコンを押していただくと新しい動画が出るたびに通知が届きますのでよろしくお願いいたします。ではまた今度を楽しみにしてください。